たいと思うんですけど、今日はね、皆さんの前で実際に書きたいと思うので、ちょっとこちらへどうぞ。はい、今日はね、こういう感じで、ちょっと実際に私たちが書きながらね、皆さんにちょっと届けたいなと思います。で、ペンライトも置きますね。なんか自分はい、ありがとうございます。かわいいです。ありがとうございました。広瀬さんに代わりたいと思います。はい、はい、いきますか。密なので離れてます。じゃあねとですね、今はですね、はい、あっちーとですね、虫の話をしてましたね。はい、虫の話を爆笑でしたね。のね、あ、じゃああっちーの面白い虫の話どうぞ。いや、面白いかわかんないんですけど、うん、あのこの間、うん、この間、うん、うちの猫が、はい、あの庭に放して遊ばせてたんですね。はい、それで
なんか3匹いるうちの1匹が、はい、なんか奥に奥でなんかやってるなって思って見に行ったんですよ、はい、何してるのって、はい、そしたら何くわえてたんですよ何くわえてると思います皆さん。なんだ。セミです。セミを食べてたっていう、くわえてたんですよ。でまだ生きてるセミだったんです。あ、生きてたの。はい、でびっくりして、うん、外だったんで悲鳴あげると勘違いされるのでなんとかこらえて話してあげなさいって言って無理やり話してあげなさい取ったんですけど、うん、そしてそのセミの次に加えてきたのが、はい、何だと思います。次に加えてミミズ。次に加えてきたのが、はい、その何だっけかな、だいぶ前で、うん、なんだっけ、蝶じゃなくて、うん、バッタとか、バッタじゃなくて、雲だ。あ、やだ。大きい雲を加えて、うん、で離してあげなさいって無理やりね、パッと浴びて、うん、私も雲嫌いなので、うん、もう食べてもらおうかと思ってたうん、本当に猫って何でも食べちゃうんで、うん、イメージある、そういう、うん、ちゃんと話してあげたんですけど、うん、もうそれから家の中に雲が出るたんびに猫たちがすごい捕らえて食べたりやばいね、もう雲の巣できちゃうね、胃の中に。マユはちっちゃい頃にねなんか虫に興味があったでしょ、ちっちゃい頃は。ねえ、なんかバケツ用意して、その中にアリとミミズとダンゴムシを浮かばせてましたそういう裏話です。はい、ではあちこ YouTuber でした。バイバーイ。